そう、歌詞を作ったり、旋律を作ったりも含めて、音楽のボンバー最初に作り上げたんですよね。そこで生まれたのが仙台とドロップシーです。これは、まずは踊るんだからリズムが大事だということで、じゃあリズムをどうしますかっていう話を相談してた時に、兄がレゲエと言って僕がドロンパと言ったっていう、じゃあそれを合体しましょうってことになったんですね。そうですね。で、最初は基本ビートみたいなのを作っていて、うん、で仮の旋律を作ってみて、でそれでいけそうだということで、この旋律にうまく合うような歌詞を、募集したんですね。ワークショップの参加メンバーの皆さんに。で、続々と寄せられて、今9番まであるんですけども、本当はもっと1人が2つの旋律を作る場合があるので、もっと多いんだけども、9リズムの歌詞ができた。で、まあ、この曲でも結構いろいろ働くポイントがあって、で、まあ、一つは、民謡歌手キャラクターっていうものを、まあ、フレディの墓の時には実在する人間、まあ、キャラクターという必要はないわけですけど、実在する人間の声を、頑張って努力して近づけてっていうことをやったわけですけども、まあ、今回は完全に、我々が完全に作った声なんですけれども、それを、まあ、ある意味でキャラクター化したというか、名前をつけて、高根金、高い元の方が金、本当に高い音で歌う金銀が、いや、だから高根金っていう名前でピンとくる人もいると思いますけれども、やっぱ最初は、今度は実在する人物ではなくて、架空の人物、つまり初音ミクに似せようという、なんか最初のアイデアとしてあって、バーチャルボイスを、真似するバーチャルボイスっていうのはいいじゃないかと結構思ったんだけれども、まあ、サコンデさんが言うにはだけども、結局、初音ミクの声の特徴っていうのが結構こうビブラートのない棒みたいなようなところっていうのが一つの特徴になってて、その特徴を出そうとするとどうやっても民謡の節回しとかにはそぐわない、合わないっていうことになったんですね。で、まあ、まあ、じゃあことさらから見せるのはやめて、新しいキャラクターでいこうというところになったわけです。はい、都晴海という、はい、都晴海という今でも演じていらっしゃいますけれども、非常にパンチの効いた、声を持っている歌手ですけれども、でそのハルミさんの、まあ、一番の、声の特徴というかな、ちょっと歌い方の特徴という歌い方としては、こうぐっとこの喉を締めて、あーんってこういうふうにやる。で、これをやりたい、どうしても。で、まあ、ざっくりポイントを言っとくと、であとその踊りを作りました。でそれを仙台メディア踊りっていうふうに、まあ、命名したわけですけれども、最初はね、踊りの上手い人、まあ、ダンスの専門家とかにプロジェクトに関わってもらって、まあ、我々は音楽を作る。で、その、踊りの専門家の方に、踊りを考えてもらうということも考えた。はい、で、繰り返しになるかもしれないけど、まあ、僕ら自身がダンスっていうのが非常にエンジョイっていうのは、自分はもちろん踊るわけではないのはもちろんのこと、そんなに詳しくもないし、という意味でもう全く、なんて言うんでしょう、ダンスを自分たちで作るってこともまたほとんど考えられない、想像できない、想像できないことだったんですね。で、まあ、もうこれはもうその道の人と一緒にやるしかないよねって、うん、かなり、ね、そこまで行ったんだった、うん、でもいや待てよ、やはりでも僕らがね、僕らが面白いと思ってその踊りってかなりそのプロジェクトにとっても重要な柱になるところなので、自分たちで考えようっていうふうになって、で僕たちならばどう考えられるかということから考えるんだすみたいなことで、やっぱりアルゴリズミックな、まあ、これは特にまあ
結局同じことを言うと、その例えばその道のダンスのプロの人とかを一緒にやるとなったとしても、多分一緒にやると言ったって基本的にはもう丸投げになっちゃうっていうことは目に見えた。つまり、というところでは自分たちで何とか考えられないかということで、まあ、アルゴリズム、僕自身が、自分の音楽作品を通してそのアルゴリズムというものと身体というものは、これまでいろんな試行錯誤をしてきたので、シミュレーションなんですね。なので、そういう思考が、できないだろうかと思います。で、どういう説明するか一番、まずだから素朴にパーツの動きみたいなものを、動きというかポーズみたいなものを決めて、で、それに数字、番号を当てはめて、ただ0番だったらこうとかね、1番だったらこうとかっていうふうに各参加者がそれぞれ決めて、で、それで、数字とその人ポーズとの対応関係ができる。じゃあ、あとこの数字が数列としてこうシーケンスを作る。そうすると、その動きもシーケンス化される。そんな風な作り方ができないかっていうふうに思ったんですよね。そこでのポイントは、右手左手頭に、それぞれ7種類ずつの、パターンを決めるんですけども、あくまでもそれを自分がやるものとして、決める。各自が自分の、右手は0番はこうで、1番はこうでということで、で、それを自分がやるものとしてまず考えなきゃいけないっていうのがまずあります。で、その上でその3つの番号があるんだけれども、その3つの番号を、シークエンスは、一応、ポルマント兄弟が決めるというふうにしたんですね。で、つまり、1拍目は右手が2番で、顔が4番で、左手が3番です。2拍目はというふうな、そういう数列を作っていくわけなんですけれども、でもちろん兄弟が決めるといっても、一つは音楽構造上の繰り返しとか、そういうものがあるので、そういうものに、を考えた上で、決めるわけだけども、もう一つは、ホルマント兄弟は、例えばあの A さんの右手の一番がどういう構図なのかっていうのは基本的には知らないので、選びようがないわけですよね。なので、もうアルゴリズムでも本当にランダムジェネレーターを使って、この5個を5つのコースをランダムに決めなさいみたいなことも実際にやりましたし、そういう形で全員共通の数列というものを、渡して、そのシーンを作る。で、このような手法をそもそも考えるにはその前提があったので、すると、踊りを作るという時にさっき見てもらったよさこいの踊りを基本的に、振り付けられた全体集合踊り、同じ踊りを進行して踊るということの、改革ですよね。でそれはもう見ててかっこいいし、きっと踊ってって決まったら爽快に違いないと思ったんだけど、ちょっとそれは踊りの本音の表題的には無理そうというのもあって、一人一人のじゃあ自分の体に応じた踊りっていうものをやりたい、自分の踊りを自分で作るということがたくさん、じゃあ僕らも含めて、無理のない範囲でやると、作ると。で、その上で、なおかつ全体で踊ったときに、そこに構造が見えてくるような、その両方が両立するような踊りの作り方ではないかというときに、今説明したアルゴリズムのアプローチっていうのが思いついて。わけですよね。で、でも言うは優しいんですけれども、じゃあ一体それをどうやってその踊りとして認識するかというか視覚化するかっていう時に、最初いろいろこうマックスで高人形のアニメーションを作ったりとかでやってたんですけど、とてもじゃなくてここに感情移入できないなと思ってたらなかった、それがそれこそさっき出てきたネビクのコミュニティというか、は非常に有名なミクミクダンスっていうフリーのソフトウェアがありまして、デフォルトではマスのミクの 3D モデルのキャラクターがそこにあって、その 3D モデルの腕
自由にポージングさせて、足を自由にポージングさせて、それをこう並べていく、ポーズを並べていくと、その間を、コンピューターが勝手に演算して、保管して、ちゃんとアニメーションとして見れる。スピーディーのコンピューター空間の中に、うん、このポーズがあって、このポーズが2つ言ったら、その間を自動的に、こうやって滑らかにつなげてくれるという。で、まあ、そういう 3D のそういうポージングのソフト、まあ、全般に言うと 3D 系のソフトって難しいじゃないですか、触るのが。いろいろな知識もいるし、でところがそれは、まあ、機能限定されてるんでしょうけど、非常に高度なことができて、使い方も簡単だし、しかもフリーウェアで、それがあるため、ただっていうのは最初信じられなかったで、まあ、それを見つけたときに、これでいけるっていうか、これでやろうっていうふうに思いました。だから、まあ、構造が全部つながったっていう、まあ、瞬間かな。で、そういうビッグダンスっていうソフトウェアを、まあ、重要なツールとして使うことで、今さっき言ったように、自分の踊りを作る。で、しかもそれが集団になったときに、ちゃんとした構造を。で出てくるような動きを作るということが本人毎度思う。で、ワークショップがいよいよ本格化していくわけですね。あれをそこがすると、今思い出したんだけども、最初にこういうのが決まってないときにダンスをどういうふうに作るかって言ったら、例えば無限の可能性があるわけですよね。体の動きにしても。で、だけど一つだけ、僕らが最初にこう決めたことがあって、でそれは、僕らも踊るっていう、ことなんですね。でつまり踊ったこともない僕らも、それに参加してちゃんと踊るっていうのがある。そうするとこう無限にも見えたダンスの可能性が、まあ、あっという間にこれぐらいしか可能性は残されていないっていう、ことが絞れるって、絞れたっていう印象がいいんだけども、でまあ、あとそれはそのコンセプトというか考えとして、もし僕らがダンスのエキスパートだったら、知ってる人間としてワークショップの皆さんにどうですか、これやってみませんかって言って、まあ、指導するじゃないけれども、そういう関係の中でワークショップの皆さんとこう付き合えるんだけども、ダンスの場合には間違いなく僕らやワークショップの人がよく知ってるぐらいのダンスに関しては、そういう場合もあるぐらいで、絶対に僕らはそういう意味ではこうエキスパートじゃないわけだから、だったらやらせる以上は、やらせる以上というか、提案する以上は、僕らも踊らなきゃやっぱりというような意味もあったんですけど、ね、それが、まあ、自分の身体のバリアを超えるみたいな、そうね、そういうことなんです、うん、で、そうやって、まあ、ワークショップチームも、まあ、理解してもらって、でも非常にでも15人集まってくれたメンバーは本当に一生懸命だし、まあ、コンピューターをいつもいじってる人だったら、ね、ビッグダンスを慣れるのはそんなに難しいことじゃないんだけども、とはいえ、メンバー全員がね、それを本当にやれるかとかなりしないし、もうそこからサポートもあったけど、全員本当に自分のダンスを自分に当て作ってくれたと思いました。で、さらに、さっき言ったキャラクター、高根金というキャラクター、ちゃんとそのお姿、ビジュアルの、ね、イラストレーションで、描いてくださったり、歌詞、あ、そうそう、この仙台のどんば節の歌詞を、書いて、みんなで考えて、提供してくれたり、衣装を見せて、もういろいろ本当にアイデアを盛りだくさんで考えてくれたりというようなことで、10月10日に道のよさこい祭りに出場してきました。で、それの、まあ、ドキュメントビデオを、作ってくださってて、それをぜひ、20分ほどあるんですけれども、ご覧に入れ、